こんにちはですぞ。今日もよろしくですぞ。こんにちは。その口調どうしたのだ。何か変ですかな。私貝原みちるはずっとこの口調ですぞ。みちるは私なのだ。そして私もまたみちるなのだ。何が何だかわからないのだ。バグったのか。ちょっと怖いですぞ。作詞のためみちるの気持ちを理解したいんだってさ。だから僕がモノマネすればいいんじゃないって吹っ込んだら真に受けちゃって楽しい人だね。元凶は師匠。ちょっと通信の調子が悪いようだ。しばらく退散させてもらうか。逃げた。バーチャルシンガーに逃げられたら阻止不可能なのだ。ということで颯殿、からかわれてるだけだからやめるのだ。いや、私も初めはそう思ったのですぞなのだが、やってみると本当に効果がありまするぞ。どんどんみちる殿の気持ちが分かっていくでごわすぞ。むしろ着実に遠ざかっていってるのだ。難しいね。ていうか、そもそもこの語尾って何なの。そこはあまり触れてほしくないのだ。ルミナ殿曰く、ルミナス製のデータベースによると、この口調でヒットするのは魔法 DJ ブルミクの初代主人公だねと言ってた。ゲゲ、バレてる。師匠はどこまで吹き込んだのだ。ミチルもこの主人公の気持ちを理解したかったの。その通りですぞ。キラキラしててワクワクさせてくれる、そんな主人公に憧れて真似を始めたのだ。もうこの口調が普通になってしまって、そんなこと考えてたのもちょっと忘れてたくらいなのだ。これが私、今ではもうそれだけなのだ。そっか、みちるはもう主人公なんだね。みちるという人となりが分かってきたよ。ははー、なるほど。そうかですぞ。私は逆に颯殿が分からなくなっているのだ。つまり人間を簡単に理解しようというのがおこがましいってことかもしれないね。さっきまでの自分はどこへ行ったのだ。これほどの棚上げなかなか見れませんぞ。これから先も長い付き合いになりそうだし、徐々に分かり合っていけばいいんじゃないかな。釈然としないけど、その通りなのだ。ルミナ師匠、ココア殿、颯殿、心強い仲間を手に入れて、ミチルの躍進は止まらないのだ。ミチルの戦いはこれからだ。